県によりますと、今月10日までの1週間に県内58の医療機関から1213人の新型コロナの感染が報告されました。1医療機関あたりの平均は 20.91 人と2週連続の増加で、依然として注意報レベルです。保健所別では南部が 38.4 人、次いで大分市が 25.76 人、東部が 18.25 人などとなっています。県教委によりますと、新型コロナの影響で今日は県内の公立の小学校2校で学年閉鎖、小学校7校と中学校4校で学級閉鎖の措置が取られています。またインフルエンザの患者数も2週連続で増加していて、1医療機関あたりの平均が 3.48 人と前の週から 1.23 倍に増えています。県は改めて基本的な感染対策を徹底してほしいと呼びかけています。